野球アメリカ合衆国代表は、アメリカ合衆国における野球のナショナルチーム。プロ選手の参加が初めて認められた2000年のシドニーオリンピックでは、元ロサンゼルスドジャース監督のトミーラソーダが指揮を取り、金メダルを獲得した。2004年のアテネオリンピックは、大陸予選で敗退し、本大会出場はならなかった。2006年3月には新設された、 ワールドベースボールクラシック第1回大会に参加。だが、2次リーグで日本は破ったものの、韓国、メキシコに連敗を喫し敗退した。2008年8月に開催された北京オリンピックは3位で通過した。準決勝でキューバに敗れるも3位決定戦で日本に勝利し、銅メダルを獲得した。2009年3月に開催された第2回 WBC では、準決勝で 日本に敗れ、ベスト4となった。2013年3月の第3回 WBC では2次ラウンドで、ドミニカ共和国とプエルトリコに敗れ、2次ラウンド敗退となった。2015年7月のパンアメリカン競技大会に男女で出場した。男子は決勝戦でカナダに敗れ2位となり、女子は優勝を果たした。8月から9月にかけては2015。 WBSCU-18 ワールドカップに出場している。11月には新設された WBSC プレミア12第1回大会に出場した。決勝で韓国に敗れ準優勝だった。2017年3月に開催された第4回 WBC では準決勝で日本を下し、決勝ではプエルトリコを破り初優勝を果たした。2019年11月に 第2回 WBSC プレミア12に参加した。3位決定戦でメキシコに敗れ4位だった。これにより東京オリンピック出場権を東京オリンピック野球競技予選の内アメリカ大陸予選でまず争うことになった。2021年4月6日に東京オリンピック野球競技アメリカ大陸予選の代表監督をマイク・ソーシアが務めることになった。 迎えたオリンピック本戦では8月2日の試合で日本にサヨナラ負けを喫した。敗者復活戦でドミニカ共和国準決勝で韓国を破り、決勝で再び日本と対戦して破れはしたものの銀メダルを獲得している。詳細は以下の項目。ありがとうございます。